何帰るってか、すごいライトが絡みます。今日あれですよ、今日あのスーパーコメントで、そこで絡んでいいですよ。え、あ、後でね見せびらかさなきゃと思って。はい、どうもこんばんは。いいですか、いいですか。はい、こんばんは。ワロハっていいとも8回目になりました。イエーイ、8回だってすいつ散られるかなと思ってたんだけど、なんとか続いちゃいましたね。今日は、先週広田弥生ちゃんからの紹介で、お越しの朝比奈さんです。どうぞ。こんばんは、はい、サボーユーの朝比奈です。はい、朝比奈さんね、朝比奈のね、はい、サボーユーさんです。今日、先週はだってあれだよね、ディズニーランドで、ディズニーランドの中電話つながんないですよ。知ってました？つながんない。出てきた瞬間つながるんだよ。夢の国だから。ダメ。え、わざとじゃなくて、だから本当に繋がんなかったんだって。で、駐車場に出てきた瞬間に繋がったんだ。すごいですね、やっぱりディズニー。ディズニー、夢の国です。全然関係ない話でしたね。すいません。はい。ということで、サボユーさん、はい、まあ、自己紹介。はい、どんなお店か。はい、まず、紹介してください。はい、島田市川根町の、はい、島田市川根町の、入り口のところにあるお店です。お茶屋ですね。お茶屋なんですけど、雑貨があったりとか、カフェがあったりとか、お茶ができたりとかします。デザート類とか。うん、はい。なんかどこ見たらいいのかちょっと。うん、どこでもいいや、もう。すいません。一応、あそこと、この辺をこう見ててくれる。ありがとうございます。で、向こうのあの辺がだんだんそのうち絡んでくるから。あ、はい、あの親父どもが、はい、よろしくお願いします。はいはい、え、行っちゃうの柴田正信、柴田正信ちょっと置いてくれた感じが、まあ、逃げていっちゃいましたね。飲み行っちゃいましたね、あいつね。赤い帽子かぶって行っちゃいましたね。あ、お疲れ様です。なんか僕が出始めたらみんな帰っちゃうんですよね。嘘つけ。はい、はい、よろしくお願いします。名刺交換番組中に名刺交換という、俺は何なの。青木さん、ワロハ。いい加減しろよ。何デートしに行くんだよ。いいけどね。あ、ごゆっくり。本当にみんないなくなるね。本当にいなくなるんですね。せっかくの番組。お気をつけて。いっぱい飲んでください。マジっすか。なんか泣いていいですか、俺。撮影中に。ありがとうございます。っていうわけで、はい、何でしたっけ。川根の入り口、はい、また一人なくなるの、二人。いやいや、ちょっと。何、盗撮今、あれ盗撮やべ、バイトの時間だ。バカ野郎。あ、なんかすごいすっきり。いや、みんないなくなっちゃいました。本当に、ツッコミお願いしますよ。さあ、場所の説明から。はいはい、まずは、島田の、川根ですよね。そうですね、島田の川根です。ね。はい。で、大井川の、島、なんていうの、旧島田というか、なんていうの。金谷じゃなく、あ、ごめんなさい。金谷じゃなくて、島田側を、市内側を北上するんですよね。で、トンネルを越えて、一軒目というか、左だよね。左で。目の前がコメディみたいな。ああ、目の前コメディあるコメディってホームセンター。はいはい。はい、知ってますコメディって。知ってますよ。あ、知ってますか、はい、飲み飲み方って。そうですね。コメ屋ですね。はい。はい、に、サボーユーがあります。ね、見た感じはね、うまうま物せな。うま寿司だから。福田さんの差し入れ。あ、わかりました。食べさせていただきます。ごちそうさまです。これが外観ですね。どこの？こっちが？こっちが。こんな感じの外観です。何度来ても飽きないお店を目標にしています。はい、目標にしてます。はい。何が飽きないの？
なんかこう、あ、飽きないだから、うん、うまいね、うまいね、待ってたんだけどねその流れなんですか、年齢層とか言うのもいや、そんなこと言ったら失礼ですよ、若いんですからその作品入れとかないと、 あなたは 11PM でウサギちゃんやってればいいんですから、ね、ウサギ好きですから、ね、はいはいはい、まあいいですから、ムシムシムシ、はいはい、で今はどんなものを展示してるんですか、展示販売、展示販売、基本はお茶屋なので、あ、そうですね、朝日園さんね、お茶を販売してるんですが、まあこけしコーナーがあったりとか、こけし好きいますね、まあ多分まあ深夜枠は当たりますけど、深夜じゃないやですね、あと、もうかれこれ2時ぐらいになりますので。まあ、富士山コーナーがあったりとか、はい、見えてるんですかね、富士山グッズコーナー、富士山グッズコーナーがあったりとか、え、いろんなもの売ってるの、富士山、そう、富士山のいろんなものは、単純に富士山好き、富士、自分が富士山、自分が富士山好き、こういうことですね、あ、富士山好きだから、富士山のグッズをいろいろと売ってますよ。そうだね、さっき、会津の駅前でも富士山見つけて、どうでした、大はしゃぎしてた。すごいでしょ。角度がね。ただね、横から見たら角度がね、変わったらね、ダメ。真正面がやっぱ、いいですね。予算の関係で丸くできる。と、富士。あと、ムー、こんばんは。あと、ムーミンコーナーがあったりとか。ムーミンコーナーって何？マスキングテープとか。え？え？マスキングテープ。ムーミンの？ムーミンの、うん、マスキングテープとか使ってます、うん、単純に可愛いものが好きなんですね、うん、大丈夫ですか、大丈夫です、うん、趣味の店です、うん、はい、それからでは、もちろんあのこけしグッズ、カーネチャー、あとチャイティー、ね、チャイティー、あの川根紅茶を使って、あ、川根紅茶ね、私がブレンドしております、お、素晴らしい、まあね、アサヒ園さんですから、あの天下のアサヒ園さんですからね、天下だといいんですけどね、まあ天下ですよ、うん、お茶屋でございます、有名なお茶屋さんなんでそこの若おかみ、若おかみ風ですね、風ですね、風ですね、風が大事で、大丈夫ですか、大丈夫ですもう精神年齢の話してきた、してきたんで今、あ、そうだそうだそう、精神年齢が二十歳なんですよ止まっちゃって鼻で笑ってる高いなと思って、あ、そうですね、僕は大体三つ四つなんで、僕はいはい、そうですね、ムーミンが好きで富士山が好きな方は特に、はい、あとこけしが好きな、あとこけしが好きな杉山さん、うん、好きなんでしょ、毎日使ってますから、自分でおかしい人ですね、使い方間違ってます、間違ってますね、使うものじゃないですね、はい、飾るものですね、そうですね、まあ、もちろん今非常にも帰ってしまいましたけど、うん、柴木さんのコーナーもございます、うん、あ、柴木のコーナー、あ、もう柴木なのに帰るんだよ、なのに帰る、ひどいですね、柴木行かないで、うん、サボーユーで買ってください、あ、サボーユーで柴木のせい、はい、そういうことでお願いしますよ、非常なんでね、非常なんで、はい、まあ、こういうコーナーがあるということでね、はい、ます、で、普段は、普段は俺一回行ったことあるんだけど、うん、アイスクリームだったっけ、あ、そうですね、ソフトクリームだとか、はい、だとか、コーヒー、紅茶、コーヒー、紅茶、あと、もちろんチャイもあるし、あ、チャイもあるし、あと、チャイですよ、チャイ、チャイ、チャイ、うちのチャイめちゃめちゃ美味しい、美味しいですよね、チャイ大好きなんで、はい、あ、チャイ持ってくればよかった、ねえ、ね、気が利かない、まあいいですけどね、はい、そんな感じです、ね、そんな感じでね、はい、やってます、はい、うん、ジェラートみたいなのがあったっけ、あ、やってます、ジェラートもやってるよね、ジェラートもやってるし、ケーキとかも、あ、そうそうそう、ケーキ焼き菓子があるんだよね、うん、ケーキ焼き菓子、あと、陶器、あ、はいはい、陶器もあるし、あと布小物とかもあるし、うん、雑貨のね、雑貨類が、和の雑貨とかね、そういったのね、雑貨も手ぬぐいみたいなのも置いてあったよね、うち に、ね、うちに対抗して、あ、気づいちゃいました手ぬぐいもね、仕入れたもんですね、あと、うん、作家さんのものとかね、うん、私が染められるわけじゃないもんで、ね、分かってます、そうですね、俺の腕を、いえいえ、そんなことは言わないですけどそんなことは言わないですけどね、はい、うん、まあいろんなもので楽しめるって何屋だよっていう感じだね、何屋だよ、そうです、何屋だからこそ飽きないお店、そうね、何度来ても飽きないお店を飽きなっておりますので、はい、まだ何かある、うん、まだね、何かあるっていうか、まあ、今後のいろいろなイベントとか、イベント、ね、イベントですね、富士のイベント、はい、富士のイベント、富士の国ですからね、はい、はい、私ですね、こんなに喋るのが下手なのですが、知事校長にセイタさんと語ろうで質問者として参加、はい、すごいじゃないですか、そうなんです、
選ばれてみました。じゃあ喋っちゃってください。ここでまず喋っちゃってますね。これ茶業について喋るようにって言われてて、ね、どんな感じのこと喋るの。え、難しいことをね、ここのさえ喋ってみようかな。いいよ、ちょっと喋ってみて。朝日奈さん難しいこと喋れるのか。あ、ちょっとやってみてよ。あの、やっぱ後継練習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 はい、カメラあちら。はい、練習。そうですね、2000人ぐらいいますから、そこに。はい、どうぞ。2000人ぐらい、そうですね、茶業の未来は何よ。ちょっと今、かしこまってみたんですけど、うん、ちょっと恥ずかしいです。そうなの。照れ屋なのか。はいはい、二十歳だからな、まだな。うん、で、それが、はい、1月24日ですね。島田市から3人出ます。え、あと誰が出るの。あと村田さんって、あの村田さん。村田出るの。村田喋っていいの。うん、いや大丈夫よ。ラブリーホースガーデンの松島さん。ああ、はいはい、はい、島田市からは3人出るのね。3人います。はい、すごいですね。語るんですね。はい、語る予定で、何にもまだ考えてません。まあいいんじゃない。まあ、まだね、俺いつも考えてないもん、ここ来るとき。ほとんどいいお話上手だから。いやいや、そんなことないですけどね。茶業について喋ろうって言われたもんね。ちょっとドキドキですよ。茶業でありながら茶業あんまやってないもんね。あ、ごめんなさい。いや、今のはカットで。カットで。朝日への他の人がみんな茶業頑張って。そうですね。それを教えてもらえばいいんだからね。そうですね。はい、言われるまんまに。そう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 。ね、ま、俺だってさっきも言ったけどさ、できるのにさ、できないでしょっていう。ペテン呼ばわりされるから。さっきね、すごいですね。すごいんですよ、本当に。私の帯を見ただけで、何にも言ってない。帯見ただけで、これさ、言ってみてください。え、木畑の話。そう。あ、まあね。よくわかりますね。一応オリアさんの名前がわかるんですよ。まあ、それ一応生まれてから50年の着物を携わってますんで。でもほら、大島わかるとかと違うじゃないですか。見て、これ大島だねっていうのと違うでしょ。一応オリアさんわかっちゃう。一応もうこの年になってね、ある程度わかんないと本当のペテン師になっちゃうから。なかなかね、できない。一応京染めの呉服屋なんで。大島もうちょっと新井にお願いしたんですけど、もう本当やっぱりいい着物持ってるなと思ったら呉服屋のお嬢さんだったんだよね。実家がね、実家がね、呉服屋なのに根慶さんのところで新井を出すとっていう ね、うん、信用されてるのが何なのかちょっと分かんないですけど、愛されてるんだ。 ありがとうございます。はい、はい、あと、はい、1月26日の日曜日、はい、島田の元気市ね。元気市です。はい、おしゃれポーズのブースに出展させていただきます。あ、村田絡みね、これも。そうですね、藤田さんから。藤田とね、はい、うん、そうですね、藤田村田だね。そうです。おしゃれのお兄さんたちの、おしゃれボーイズね。おしゃれボーイズ入れてくんないもんなんて。ボーイズじゃないから。ジジイズって言って、もう大歓迎なんじゃないですか。いやいや、向こうでヒクヒクしてるよ。余分なこと言うんじゃねえよみたいな。はい、ちょっと楽しみで、うん、出店するのも楽しみなんですけど、なんかいろんな素敵なお店が出るそうなので、そうだね、買い物が楽しみですね。うんうん、まあおしゃれボーイズはおしゃれに決めてくれるんで、そうですね、うん、ここに出せばおしゃれに販売できると思いますよ。はい、あと1月31日と2月1日ですね、富士山グッズ博覧会物産展に。お帰り、盗撮じゃないよね。お帰りなさい。盗撮じゃないよね。盗撮じゃないですよ。じゃあ上から撮ってくれよ、空撮。下から専門なんですよ。ほら。上です。あ、ごめんなさいね。1月31日と2月1日、富士山グッズ博覧会物産展。これはどこで？これ富士ですね。富士市の？富士市の。の富士山グッズ。富士山グッズ。もうそれ、富士山好きだから、もうこれが本当はメインだったんでしょ。そうなんです、これちょっと、そのためにこう作ってみたいな。他どうでもいいから、これを言いたいって感じじゃない。富士山グッズ博覧会&物産展、はい、はい、お茶を売りに行きます。ああ、まあね、うん、富士山、うん、静岡ということでね。はい、富士山メッセってどこですか。富士山メッセ大展示場はどこですか。富士にあります。富士山メッセ大展示場っていうのがあるんだね。新富士ですね、はい、新富士から歩いていけるそうです。新富士から徒歩、はい、ああ、すぐ近くにありますね、うん、あるんですね。新富士駅のすぐ近く、うん、富士山メッセ、はい、調べてください、インターネットで。じゃあこれもしっかりと、はい、他にも素敵なお店がいっぱい出る。これですか、これぐらいいいですか。初めて聞きました、富士山メッセ、うん、ぜひ、はい、ぜひぜひ。ミキちゃんって言うとなんかいいことあるかもね。ない？じゃあ、あるように。ああ、
じゃあそんな感じで皆さん言ってくださいね、はい、これね。ミキちゃーんでお願いします。ミキちゃーんですね。合言葉はミキちゃーんですね。ミキちゃんでお願いします。はい。そうですね。でちょっと戻ったりとか。はい、じゃあちょっと戻りまして。2月8日。島田市博物館でスパック。あ、スパックのリーディングカフェ。参加？え、どういうこと？何クエスチョンっていうのは。こないだ1月の11日に、うん、やったんですよ、リーディングカフェのカフェ部門を担当してきたんですね。はいはい。次2月8日で、2月8日だって言われてるんですけど、本当に依頼されてるのかな、自信がない。何それそんなあんの言っちゃって、まあまあいいか、これ言っちゃって。大丈夫、大丈夫。言っちゃって見てるから。うん、リーディングカフェの連中見てるから。見てるか。うん、見てるか、中心蔵リーディングカフェ、呼ばれるつもりでいるから。ああ、じゃあ、ぜひお願いします。なんだっけ、リーディングカフェの奥野さん、あ、奥野、奥野くん。奥野くん、のつながりで集まろうって言ってたんだから。ね、の石野なんで俺。じゃあ俺が集まろうって言われてたから。朝日なの、朝のよろしくよろしくお願いします。まあとにかく、はい、っていうよりも富士山、あ、そうですね、富士山グッズがいいんだね、はい、来てほしいんだよね。来てほしいですね。世界遺産の登録記念でやる、うん、イベントなんだね、はい、これね。今ちょっと行かせてもらえるように会社で。あ、ぜひ。もしかしたら私いないかもしれないんです。でもミキちゃんなんだね、合言葉。ミキちゃんで、他のものにも言っておきますから、はい、いなくてもミキちゃんで。じゃあなんか特典付きで。特典付きで。はい。わ、はい、かりました。じゃあ皆さんこれよろしくお願いします。よろしくお願いします。そんな感じで。そんな感じで、ね。お店は、なんかイベントやないの、お店では。お店ではそうですね。やっちゃいますか。やっちゃいますか。やっちゃいましょう。じゃあ富士山の日に。富士山の日に。富士山の日に。2月23日。2月23日に、勝手に。勝手にシマーツってやつ？勝手にシマーツ、じゃあ、勝手にシマーツってことで。じゃあ、携帯から見て。シマーツまずいですもんね、そのまま使うじゃね。まずかないけどね、他の店行かれちゃうと、なんだよって話になっちゃうから、ね。なんだよって、何やってんのって話ですね。じゃあ、やっぱり、この番組に、絡んで、うん。はいはい。わろはわろはって合言葉をわろはで。じゃあ何笑ってんのそこで。富士山の日には、何が富士山の日にわろはで、その肩揺らして笑わなくても。富士山の企画を23日にやろうかと思ったんですよ。はいはい。うちのブラックで、ブラックでね、そこでもやはり合言葉はわろはって言ってください。そうさ、お茶の葉っぱ1枚あげるみたいな。え、俺に電話？え、まさかの電話。あ、すいません、ちょっとこれはいいです。すいません。マジ電話が。ぜひマナーフォーム。すいません。預かっててくれます。俺でね。いや、大正15年のお母さんなんです。シャレが通じないんで申し訳ない。どうぞ行く。焦った、はあ、大正ロマンを感じますね。はい、いやマジで大正ロマンなんで。大正15年の方なんで、私昭和元年じゃないのよねっていつもね、そのおばあちゃんとお話しして帰ってくるんだけど、多分明日あんた来れないって電話なんでね。また意味深な。大正15年生まれですね。大徳井様です。大徳井様なんで、まあ多分でもこれは見てないと思います。本見れないと思いますので。なんだ、焦っちゃって忘れちゃったじゃない。あ、で、富士山の日に、ワロハと言ったら、何してくれるの？たら、じゃあ、うん、この間、うん、うち初売りで、うん、ミッキーの、ディズニー行ってきたから。うん、ミッキーのね。うん、ミッキーのキャンディーをね、うん、ミッキーの形したキャンディーを配ったんですよ。ああ、ワロハって言った人にキャンディープレゼント。キャンディープレゼントですよ。ミッキーの。ミッキーの。ミッキー型のキャンディーです。ワロハのキャンディーじゃないですね。何？ワロハのキャンディー作ってくれます？また酔っ払ってるよ、あのおじさん。まあいつものことなんだよ。まあいつものことなんだよ。酔っ払いさん。だんだん遠く離れたでしょ。さっきここにいたのに。やばいこと言っちゃうから。すごい尋常じゃないぐらいアップで写真撮られましたけど。この辺で写真撮られました。盗撮ですから。盗撮ですからね。そのうち盗撮ですからっていう番組できますから。あ、そうなんですね。盗撮ですからね。ぜひ。空撮ですか？
盗聴ですから、ね、盗聴ですから、ね、やばいのばっかりですよ、ね、盗聴されるんですか。じゃあ2月23日はぜひあの朝日園さんの方に行ってワルハと一言、ワルハと一言言ってください。根茎イベントで。な、俺のイベントなの？じゃあ俺行かなきゃなんのか。あ、マジで？で、それであの、あれでしょ、ミッキーのキャンディー俺が配るんでしょ。ありがとうございますみたいな。でも根茎さんとこに行ってワルハって言ったらなんかすんの？考えてねえよ、そんなこと。え、そうなの？じゃあまあそれはやんないけど、まあ後であのね、ね、ミッシャンからの素敵な、ね、ものがあるでしょ？あ、そうですね。もう、いいんじゃない？すっかり忘れてました。うん。ね、おみやを持ってきた。おみや、もう太っ腹。宮地くんのやつ、ほら。カズくんに取られちゃったでしょ身内に。何でしょうね、手ぶらで来るやつが多すぎるんですよ。また、またそういう、ほら。今日もノーブラですけど、すみません。こういう感じで。島の見ながら見の島の。酔っ払いがもう。こういう感じで入ってる。はい。セットですね。紅茶？紅茶とお茶。紅茶とお茶と。コーヒー、うちのブレンドコーヒーですね、をドリップで、全部ドリップタイプで。これぐらいですか、はい、これ作ってるんですか。あ、作ってるんです、はい、あ、だから朝日園さんですもの。ドリップを出してますので、はい、そのセットこれと、はい、これが中に入ってるんです、はい、あ、これが入ってる、はい、3点セットプレゼント企画、プレゼント企画、石破さん、先着じゃありませんか。今見ましょう。早く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 箱であげる。また毎度身内が取ってどうすんの。世に広めてくださいよ。じゃあ1名様にね、1名様にプレゼント。じゃあ、次回の、僕の放送の時にまた同じように、やりますので抽選会を。で、それまでにメッセージまた入れてください。また、秋さん、また、作ってくださいね、じゃあこれ。はい、作りますよ。たら、はい。で、そこのページに、メッセージ入れてくれた方対象で。まあ、でもね、大体ね、これ放送中にまた入れてくるんだよ、横に。もういきなり欲しいとか入れる人いるんだよ。入れてください。もう僕がもらいます、みたいな。なんか、あれは藤田がなんか書いてるね。やっと見れました。やっと見れました。遅えよ。じゃあ勝手に始末のところ。勝手に始末。ごめんね、使っちゃって。いやもう大丈夫でしょう。もう柴田なんか逃げてっちゃったからね。そうですね。三宝のね。あっという間にね。ね、まあ俺はペーだから何言われるか。まあ僕が責任持ちますんで。はい、じゃあ富士山の日楽しみにしていただいて、これをプレゼントよろしくお願いしますね。はい、よろしくお願いします。で、これが今、うまうまブッセ、これ何ですか？うまうまブッセ。うま年でうまうまなんですか、これ。おーい！おーい、うまうまブッセは何なんですか、これ。あ、ありがとうございます。あ、じゃあごちそうさまですということで、じゃあ後でいただきます。あいつといえば、柏原ですか？だから、ね、もう喋ると嘘くさく聞こえるから。違う喋り、やいずネタ言いません。ワインガンガン出しながら言ってるよ、ね、飲みすぎだよ、ね、ワインだろ。本物だよ。本物ずっと飲んでますよね。グレープジュースやの。ここ何しに来てるのって。飲みに来てるのね。だから顔若い。え、若い。だから顔赤い。あ、顔赤い。びっくりした、若い。俺と一個しか違わない。そう、そうそうそう。いつも僕の邪魔をしに来てる。愛してる。もうや、さっきやばかったの。11PM のね。知ってる？11PM。11PM の露天風呂のシリーズとかね。それをもううさぎちゃんがどうのこうので、もうピー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 入ってましたから。11PM は監督で。4時半頃のうさぎちゃんの話ですね。それってないと。それってないとか。うさぎちゃんネタ知ってるって言ったらね、もう
ローバー耳ってあのそういう話じゃないの。それ天気予報のお姉さんなの。すいませんね、なんか今日僕の番組変な風になっちゃいましたけど。もう盗撮から何から、あ、ごめん、空撮だった、ごめんごめん。盗聴盗聴ですからって怖いよね。で、ここでね、本当だったら友達呼んでっていう話だったんだけど、あの実は来週、僕の同級生でアフリカ在住の内野さんという方がいるんですが、その方が帰ってくるんで、ちょっとで僕の高校の同級生なんですけど、あのアフリカの方と結婚して今向こうに住んでいて、 NPO の関係でいろいろとやりながら向こうでマンゴー農園を開いているという。マンゴー、すごいんですよ。すんげえイケイケおばはんなんだけど。いや、女の人なんですか。おばはんです。はい、うん、で今ね、世界情勢して見てるでしょ。アフリカやばいじゃないですか。で今あの国外退去ということで帰ってくるので。ああ、ええ、なるほどなるほど。であの辺鄙な地区だとね、繋がんないですよ。あのちょうど環境がいいとこだと繋がるみたいな感じで、で時差が9時間だったかな、なんかそれぐらいになるね。でちょうど連絡が取れて、じゃあもう20日出ろったら、はい分かりました、でいいと思って言ってくれたんで連れてきます。それでアフリカの情勢のことから何から僕なんかそういうことできるんだなっていうような番組しちゃおうかなと思って。社会派、ね、社会派 で、もう行きますよ、ガンガン。社会関係はすごい興味深いですね。まああのね、あのリアルな声が聞けます。リアルな声、本当にリアルな声で。いつですか、いつですか。来週のこの時間にあの呼びますので。あの安倍の、安倍のミックスの安倍のさんだったよ。安倍さんの安倍のさん安倍さんの件に関しても彼女は熱く語ってましたからね。政治ネタですか、来週は。やばいですよ、思いっきり刺されちゃうかもしれないようなネタありますから。じゃあ来週は禁酒ってことで。いや、飲んでたら俺が刺します。絶対無理だ。はい、正解。まあ、そういうわけで、来週はアフリカから、こんなのが、ね、今日ね、してきたのあるんですけど、これ、僕、マフラーでしてきたんですけどね、これ。これね、向こうの、彼女から前譲ってもらったんですけど、こういうやつ、ね。大きい。で、これ、女性の方が、巻いたりだとか、寒い時にこうしたりだとか、あの赤ずきんちゃんみたいにしたりだとか、まあ、何でもできる生地らしいんですけど。綿です綿です、これはね。でこれ絞りの染めしてあるんですね。で僕染め屋だから一応そういうので持ってきて、それくれって言って僕奪い取ったんですけど、オレンジ好きなんで。まあこんなようなのも話してもらおうかなと思ってますよね。輸入販売はできないんですか。またそこにすぐお金も、お金儲けのことばっか言うからね、本当に。何がエコさんですか。金と女と博打しの話。あ、ピー。どんな番組ですか、これ。もう終わる。もう終わりますか、もう。エコっていう名前が。エコって、何がエコさんって呼ぶ。名前だけなんです。エロさんです。エコさんじゃない、エロさん。C と R を変えて、来週からエロさんでお願いします。健康勉強会。そうですね。あ、見てくださってます。見てます。あるんです。まあそうすると逆にね、違う意味で視聴者増えるかもしれない。増えちゃいますね。うん。時間帯も変えなきゃ。ああ、じゃあ僕の後の後ぐらいで。9時ぐらいから。違う、また、はい、マイミとかいっぱいいます。マイミ、いいよな。大丈夫、安心していただいて。大丈夫ですか。はい。じゃあもう新しい番組もできるということですので。じゃあ、やる？なっちゃん、なっちゃん。あ、今何、ネタ作ってる？すごいな、なっちゃん。音楽スタートで始まるからね、なっちゃんは。プレゼント、コメント入れてくださいね。抽選ですからね。待ってまーす。はい。
一瞬一瞬はい、いいですか、石丸。